おいさん、こっちは検診入りました。 じいさまもさっき到着です。俺もスタンバイオーケーしました。このまま少子の現場へ直行します。熊ちゃん、ちょっと話がややこしくなりました。向こうは身元の判別が非常に困難な状態だそうです。まさか、4年前のあれっすかいいえ、こんがりといい感じだそうで。 頭のばっちり黒焦げだそうでああいう匂いってこもるんですよね岐阜さんかわいそうだな今小宮山君たちが 沖の宮の司会を根こそぎ野臭してます。カルテで歯型称号するしかないでしょう。ごめん。誰がキツのタバコ二個ぐらい買ってきてくれません今年は見事を見つけましたね。ひょっとすると過去の失踪者もこんな感じで県外で殺されてたんすかね なら埋めればいいじゃないですか。おもりつけて日本海でも。琵琶湖でもいいですね。でもどうして一人死んで一人消えるのがこれまでのパターンじゃないですか。マちゃん、仏は高速なしでドラム缶の中でこんがりでしょう多分、閉められた後にわざわざ焼いたんじゃないかと思うんですよ。見つかることを覚悟の上でです。じゃあ、つまり、 今年は消す気は初めからなかったってことすか消す気がないってよりは、これはそれとは全く別のものでしょうね。消すどころか主張しているようにすら感じられますよ。つまり、見せしめの意味があるってことすかそれをしないでやってくれりゃ、その線もあるんですがね。 こんな遠くまで運んで焼いちゃったら、下手したら分かんないでしょう。見せしめにするなら、ひなみざわの近くでやるべきなんですよ。殺したことを主張したいのに、場所は演出効果の確実じゃない遠方。主張したいのか隠したいのか。今年は何考えてるのかな、おや様は。 おいさん、小宮山さんです。出ました。沖の宮のデンタルクリニックで3年前に親知らずの治療をしてます。カルテはレントゲン付きでバッチリといやあ、こんな明け方前に歯医者さんには申し訳ないな。熊ちゃん、小宮山君からカルテを受け取ったら、すぐに出発してください。了解っす あ、課長です夜分お疲れ様です。大石さん、遅くなって申し訳ない。状況はうーん、やっと面白くなってきたってとこですかね。燃えてきたぞーワーお